いよいよブリーズアップセールの競りが開始されます。今回はちょっと欠場馬も何頭か出ましたけれども、非常に宮崎日高ともに好調競馬も数頭見られましたし、中でも11秒台を楽々マークしている馬も何頭か見受けられました。ディープインパクト3区、それから宮崎の方で高馬だったステイゴールド3区、この辺りが比較展示の時でもかなりの購買関係者の方々が集まっていますので、その辺りにもご注目いただきたいと思います。それではまず高額取引場の競りの様子からご覧ください。続きましては上場番号3番ロックオブジブラルタルの3区ゲルニカの08オス影、4月29日生まれ、馬体重484キロ、調教タイム2ハロンが24秒0、ラスト1ハロン11秒5です。時計に49ーが入っているので、日本のスピード競馬にも対応できるんだと思います。早速850万の声が上がりました。ほぼ1000万で1100万、一気に上がりますね。3000万いきそうですね。3000万いきました。ございませんか。ロックオブジブラルタルの3区3000万円、ゲルニカの2008、はい、この日、はい、最高価格となる3150万円の値がつきました。調教の進みが遅れているため後ほどの登場で、同じく高い評価を得たのがレッドダイヤモンドの2008ステイゴールドの3区です。オス黒影5月17日生まれ、一気に1500万まで行きました。ステイゴールドの3区ですけども、非常に馬格も恵まれてますし、それでも5月生まれということで、これからの成長も待たれるところ、あっという間に2000万行きました。まあ、ドリームジャーニーが活躍したこともこのステイゴールド3区の評価が上がっているところだと思います。レッドダイヤモンドの2008は3045万円で落札、ゲルニカの2008に次ぐ高値となりました。牝馬で高値をつけたのはケリーケイズプレジャーの2008、ティズナウの3区です。セレクトセール1200万円で落札された牝馬としては高額の馬です。1500万いきましたね。牝馬でこれだけの価格帯までいくとちょっと注目されますけども、1550万だったらまだ安い方です。1550万の上ございませんか。1850万の上ございませんか。取引価格は牝馬では2番目となる1942万5千円でした。ありがとうございました。ございませんか。牝馬の最高価格はポレントの2008、ネオユニバース3区で2047万5千円。156番のお客様。続いて今年注目の種牡馬の3区たちをご覧ください。さあ、いよいよこのブリーズアップセール唯一のディープインパクト3区タイラントフェイムの08が登場します。メス黒影4月30日生まれ、今年3区デビューとなるディープインパクトの牝馬タイラントフェイムの2008、1365万円での落札となりました。これはお買い得じゃないですか。ナナコフレスコの08、こちらも今年3区デビューとなるデビッドジュニアの3区ナナコフレスコの2008、騎乗狂乱のラスト1ハロンは最高時計となる11秒4をマークしました。デビッドジュニアは非常に産地での評判もいいので、ここでの評価というのも注目されていますけれども、ラストコール1650万の上、エイシンパンサーの妹ということも評価され、1732万5千円の高値がつきました。ご購買ありがとうございました。ラストコールですよ。1350万の上、他にもエイシンファンシーの2008が1000万円を超えるなど、
デビットジュニア3区は大いに注目を集めました。そしてロックオブジブラルタルの3区は最高価格となったゲルニカの2008をはじめ、上場された5頭すべてが高い評価を得ました。ラストコール、1300万の上ありませんか。それでは最後に古谷支局員の注目馬をご覧いただきましょう。調教時計フタハロンが26秒にラスト1ハロン。シャランダの2008チーフベアハートの3区です。中央で障害競争を勝利。今日はフタハロンのタイム26秒にラスト1ハロンは12秒7と、それほど目立つ時計ではなかったんですけども、5月生まれでこれからの成長待ち、昨年のサマーセールでは700万超えという馬ですけども、さあ650万からスタートです。今後の成長が期待されるチャランダの2008、取引価格は682万5千円でした。思いっきり採算割れとなりましたけども、これはお買い得じゃないですかね。取引成績はご覧の通り、平均取引価格はおよそ1000万円、昨年に続き売却率は 100% を達成しました。